ニコン Z マウントレンズ28ミリ対決。28ミリ単焦点レンズとズームレンズ3本を焦点距離28ミリに設定して対決させてみました。ラウンド1 AF スピード。手前と奥2本のボトルに交互にピントを合わせて AF スピードを比べました。28ミリ単焦点は軽快に合焦しました。広角ズーム 14-30mm です。素早くピントが合いました。 F4 の標準ズーム 24-70mm です。素早くピントが合いました。高倍率ズーム 24-200mm です。じわっと合焦する感じで4本の中ではワンテンポ遅れますが問題はありません。AF スピードには大きな違いはありませんでした。ラウンド2解像感。白いボードに貼ったチャートを絞り開放で撮影し、右下の部分を等倍で拡大してみました。28ミリ単焦点、隅まで十分改造しています。広角ズーム、隅まで改造しています。標準ズーム、少し眠い感じがします。高倍率ズーム、ややぼやけた感じがします。一番端の部分で比較してみます。 24-70 と 24-200 はやや見劣りがします。単焦点レンズの解像感は侮れません。ラウンド3フォーカスブリージング。ピント位置の変化によって画角が変わってしまう現象をフォーカスブリージングと言います。28ミリ単焦点はフォーカスブリージングが抑えられています。広角ズームも標準ズームは完全に抑制されています。高倍率ズームも十分抑えられています。標準ズームは驚くほど完璧にフォーカスブリージングが抑制されていました。ラウンド4玉ボケ。28ミリ単焦点、
絞り解放でもやや角張っています。広角ズーム F4 なのでボケは小さいですが綺麗です。標準ズーム素直で綺麗なボケです。高倍率ズーム最短撮影距離が長いのでボケは小さいですが綺麗です。 Z28mmF2.8 は単焦点レンズとして高いパフォーマンスを持ったレンズであることが分かりました。